皆さん、こんにちは。会心整骨院、境院、院長の川田です、えー。今回はですね、体のむくみについてちょっとお話をしていきたいと思いますあ。皆さんは足とか手とか顔とかのむくみっていうのは感じやすかったりとか、比較的に分かりやすいかと思います。えー、しかし、むくみっていうのは内臓の方もむくんでるっていうこともあるんですよね。えー、このむくみがあるとですね、内臓の方の調子も悪くなったりとか、 あ例えば胃の調子が悪くなって胃が動きにくくなってる腸が動きにくくなってるっていう場合でも実はその部分がむくんでてそののむくみの影響で動きが悪くなって,るっているうパターンもありますでねよくまあむくみを感じやすい場所の一つとして、まあ、足の方っていうのを感じやすいかと思うんですけども足の裏までむくむってなると実は体の方がだいぶ疲れてるっていう可能性もあるんですよね。 もちろん立ちっぱなしとか歩きっぱなしでむくむパターンもあるんですけども、実は足の裏までむくんでしまうと、体を治す機能っていうのは低下しているっていう可能性も十分高いんです。なぜね足の裏がむくんでると体のを回復する機能が低下しているかっていうと、足の裏にいろんなツボがあって、それがまあ内臓の方に影響を及ぼしたりとかしてるんですね。で,で結果的にその足の裏がむくんでるそのところが悪いっていうことは。 あ全部内臓の方にも影響を及ぼして、えー、その部分が回復するのが低下してしまうっていうことが言えるんですだから足の裏がむくんでしまうと体の回復機能っていうのは非常に下がってしまっている状態になりますので例えばこの状態風邪をで今回はですね、えー、その足のむくみっていうのを解消するために、えー、どういったことをしたらいいかっていう簡単な足のねマッサージ そういうのを教えていきたいと思います。それではですね、えー、足のむくみを取るポイントっていうのをご紹介していきます。まずはですね、片方の足を反対側の足に乗せてください。ちょうどこういう風な感じで足首が自由に動くような角度を取ってください。で片方の手で足の先をつまみます。そして、今度は片方の手で根元を使います。これで 上下に動かします。曲げたり伸ばしたりですね。これをしていきます。でこれを指全部にしていきます。で、指があ根元がつかめなくなったら下からこうやって掴んでも構わないので、えー、そんな風にして動かしていきます。で、次にですね、足の裏ですね。 足の裏をちょうど中指と人差し指の間からですね指大体2本分ぐらいのところをグッと押します。これをグーッと押した時にちょっと痛みを感じたりする人は泌尿器系の問題といいますか水分代謝が悪くなっている可能性が高いです。でこのの水分代謝っていうのは あ水が多いっていうだけ水分が多いっていうだけじゃなくて,なくて水分が足りないっていう場合もあります例えば悪い水分が溜まりすぎて足に溜まってるっていうこともありますので、えー、ここを押して痛い方はあ水分補給っていうのもを考えて水もよく飲んでくださいだいたいこれを10秒ぐらいぐーっと押してもらいますそして離しますそして今度は さっき押したところから下に向かってかかとの方に向かってぐっぐっぐっと押していきますできる限りこれを押した時にゆっくりぐっと押してゆっくり離すっていうやり方がまず一つで次はぐっぐっぐっとリズムよく押していくパターンとこれを交互にやっていきます そうすることによって、えー、足の裏の血流っていうのが良くなってきますし、余分な水分も外に出ていきます。で最後に足首を掴んで足をぐるぐるぐるって回します。そうすることによってですね、足の血流が良くなって足の裏のむくみが取れてきます。このようにですね、足をちょっと押すだけとかでもだいぶ足の裏っていうのをむくみっていうのは。 回復したりもしますし、足自体のむくみっていうのも取れてきます。これは毎日継続してやっていくことが有効的なので、ちょっとした時間、テレビを見ている時間とかでも足をこんな風に刺激することで足のむくみ、回復してきますので、ぜひね、継続して皆さん、頼みしてみてください。